皆様、グッモーニング。今日はね、私がね、動画載せるのはね、大体格闘技の話かね。ライライテラーメンチェーンでね、働いてたんで、その2つしかないんです。今日はね、ライライテのにまつわるお話をね、したいなと。ライライテのね、本部、直営店のね、マネージャーはね、4人いるんですよね。上から関のマネージャー、豊沢マネージャーね、よくライライテの YouTube にの主役を張ってる、ちっちゃいちょっと小太りなね、豊沢マネージャー、1位マネージャー、森田マネージャー。1位マネージャーと森田マネージャーもね、都市伝説っていうライライテの YouTube に載ってたのもね、この4人が、マネージャー。僕全員ね、面識はね、短い時間の人もいましたけどね、あるんですよね。このマネージャー連中はね、高級車にね、乗ってるんですよ。ただね、一つだけ謎がある。これから話すると分かるんですけどね、4人いるじゃないですか。ベンツ3台、レクサス1台。おかしいと思いません？普通、ベンツで統一すればいいなんて、要はね、関戸マネージャー、上から関戸マネージャー、豊沢マネージャー、一番下の森田マネージャーはベンツなんですよ。なぜかね、1位マネージャーだけね、レクサスと、黄土色のね、ちょっとセンスがないレクサスをね、乗ってるんですよね。すごい疑問、今思うと疑問なんですけど、その当時はね、レクサスが好きなんかな、程度しか、あんまり興味なかったもんでね、思わんかったんですけどね、今になったらね、なんであの1位マネージャーだけレクサスなのかな、ちょっと疑問でね、会うことはないとは思うんですけどね、ちょっと誰か聞いてね、私の YouTube にアンサーしていただきたいなと思うんですけどね。だから一人だけね、変わり者なんですよ。やっぱ変わり者だけあってね、1位マネージャーだけね、結婚してないと、独身なんですよね、あの人だけ。ライライテの YouTube 見た方はいますけどね。あんなね、奇抜なファッションはね、する人はね、僕が1位マネージャーぐらいですよね、世の中でね。ちょっと独身なんですよね。だからね、でもね、1位マネージャーってね、全員と話したことあるんですけどね。普通の方でしたね。ただね、一つね、欠点挙げるとすればね、奥手な方かなっていう印象は受けました。やっぱね、女性をね、口説くにはやっぱね、肉食ガツガツいかないとね、やっぱ好きだ好きだ、あなただけ好きだっていう感情をね、責めないとね、やっぱ女性のハートにはね、届かないだろうなっていう部分、そこかなとはね、思うんですよね。その他はね、独身の理由がね、お金はね、かなり持ってると思うんですよ。これね、ライライテのね、求人見るとね、28から70万って、初めは28なんですけど、そら、70万ってね、これ70万もらってきた、70万もらった店長ね、一人だけなんですよ。これがね、なんとね、1位マネージャーらしいんですよ。これ、トヨタ秋葉店のね、鈴木店長にね、っていう、丸坊主のね、おっさんがおるんですけどね、その人に聞いたんですけどね、1位マネージャー一人が70万もらってたよっていう話。だからすごい人だよっていうね。多分可愛がられとってね、好意を持ってるんでしょうね。1位マネージャーが70万もらって、だから金はもらってるんです。だからその当時から店長やってね、いつ店長になったかは僕聞いてないんですけど、結構多分10年以上は絶対にね、働いてると思うんでね、結構ね、お金は貯めてるんでね、ぜひね、合コンとかね、ライライテの YouTube 見れば顔わかるんでね、見つけたらね、声かけてね、ゲットすればね、玉残しになります。多分マネージャーね、店長でね、だいたい手取りがね、38万。だから総支給がだいたい50万ぐらいですよね。だから年収で600万か。で、ボーナス、700万から600万の間ぐらいはで、間違いなくね、もらってる。と思うんですよね。で、多分マネージャーぐらいに行くとね、700以上は絶対もらってるはずなんで、ね、800、900、1000万円ぐらいね、ベンツ1台買えるぐらいはね、
もらってるので、ぜひね、玉残しをね、狙ったらね、どうかなと思うんです。まあ、あとね、一枚ではね、欠点話すんであればね、まあ、奥手かなっていう部分もあるしね、結構ね、僕ね、4人と接していてね、やっぱね、冷めてるなと思ったのが1マネージャーだったので、やっぱね、女性ってね、皮膚感覚ね、感性はね、男性よりね、優れてる。でね、まあ、やっぱ冷めてる部分はね、僕は見受けられて、やっぱ冷めてる部分がね、やっぱね、表だってはね、結構明るく振る舞ってるんですけどね、心は笑ってないなっていう部分は見るか、まあ、そこがね、女性にはね伝わっちゃうんかな、だから冷めてる部分とね奥手だという部分ね、まあ、あとまあ身長もね、まあ僕も人のこと言えないですけど低いもんね、やっぱちょっと男らしさに欠ける部分がねあるかなってね、まあシャイでね冷めててね、奥手、まあそうか、奥手とシャイは同じやな。なんでね、まあね、そういった部分をね、直せばね、まあ、すぐできるんじゃないかなと。まあ、年齢も、ね、40以上、40いくつかな、まあ、ちょっと難しいかなっていう部分はあるんですけどね。まあ、ちょっとね、まあ、マネージャーになったんだからね、結婚していただきたいので、まあ、僕もね、こう言ってもね、40でね、結婚したいんでね、人のこと言えない。僕もね、最近になってね、まあ、私事なんですけどね、結婚したいなって。まあ、なんでかって言ったらね、もちろんね、なんか子供が欲しくなっちゃったんで、やっぱ親とかね、姪とかね、まあ僕にもいるんですけど、見とるとね、なんか子供がね、無性にね、欲しくなってきちゃってね、まあ絶対ね、将来的にはね、結婚したいな、とは思ってるんですけどね、なかなかね、踏ん切りがつかないっていう、まあ、そういった部分もあるんでね、まあ、今日はね、ここまでとしてね、まあ、なんかね、いろいろ聞きたいことがあればね、全然ね、ライライテについて答えましてね、まあ、ライライテね、まあ、最後にと言っておいて、まだ話すけどね、ライライテに、もしかして自分の子供がいるとしたら、入れたいかって言ったらね、ノーですね。100% 絶対入れたくないなっていうふうにね、答えますよね。うん。ということでね、まあ今日はね、これまでとして、またね、なんかいい話がね、思いつけばね、どしどし、どんどんね、動画配信していきたいと思いますので、ね、ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今89人だったかな。目指せ1000人。911人、長っ。バイチャー。